そういうのは楽しいですね。タイはでもいろいろあって面白いですよ。あの道場破りも来たりするし。ああ、聞きますよ。あ、そうですか。2、3人来てますよね。そうですね、3人来ましたね、うん、2回来ましたね。あ、これね、なかなか聞けない話だからね。リアル道場破り、しかも相手は外人、タイ人っていうね。そうですね、全然弱かったんですけどね。弱さで食べてきちゃうんですかね。うん、だから自分を知らないんでしょうね。うん、で、来ちゃったやつですね。実名出しました。やっぱ、まあ、おのれよし、あてきよし、おのれよしは百戦危うからですね。いや、元武蔵の言葉だけど、自分を知らないったら怖いですね。うん、本当に弱かったんでね、簡単にひねって返して。先生、どうぞ、素手で来たんですか、一人で。あ、3人で来ました。最初2人で来て、うん、その時は子供がいたんで、周りに。うん、もうしょうがなく受けて、ちょっと感想だけちょっとポンと決めて、まあ1回刺して、で、返したんですけど、うん、そしたら2、3ヶ月経ってまた来たんですよ。同じやつ。今度は3人になって、3人ともやるっていうんで、うん、2人は僕が相手して、1人は1人。ね、1回3ですね、順番とはいえ。順番とはいえ。まあね、そうですね。体力的にずるいですね、ハンデが。うん、まあ1人で相手、その伸びたんですけど、うちに黒帯がいるんで、それに1人やらして、残り2人僕がやって、うん、でも一人相撲やってたって子が来て、タイで、うん、タイ人なんですけど、うん、まあ、ちょっとがっちりやしてたんですけど、うん、その子が、その子は新たに来て騙されたみたいな感じで来てるんで、うん、騙されたっていうか、なんかよく知らないで来てるみたいな友達に言われた、うん、でだからかわいそうだなと思ったんで相撲取ってありましたけどね。相撲取って投げて、相手の土俵に立つ、まさに相手の土俵に立つ。これで投げて関節決めて終わりみたいな感じですね。でもう一人最後、主犯格みたいなやつはボコボコしました。うん、ビデオ撮って、うん、もう一回来たらこれをネット上に上げるぞっつって、うんうん、まあ、最後はまあ、そうして返しましたけど、うん、ボコボコしましたね、かなりね。どうですか、全治何ヶ月。そこまでいかないですよ、まあ、殴って、で、わざとゆっくり、落としたんですけど、苦しいように落としました。簡単に落としちゃうと分かんないから、うん、ゆっくり本当に苦しい思いさせて落として、後味が悪かったですね、試合で、うん、そう強いのとこう自分を試したいわけじゃなくて、うん、弱い者いじめみたいになっちゃうじゃないですか、うん、だからもうごめんですね、本当ね、ああいうのはね、気分が悪くて、うん、一日しかめつらしてたんです、で、周りに言われましたね。まあね、そうですね、まあアイディアって面白いですね、タイ人と交流しながらやるのはね。日本であったんですか、道場破り。ないですよ、まあ、ただ日本の方がね、逆に立ち悪かったですけどね。なんだろう、その、なんていうんですかね、ねちこいとか、その、だから粘着打ちとかで。そうです、そうです、だから日本で、例えば柔道で国体クラスみたいな人がいたんですけど、それが、やったことないとか言ってくるわけですよ、全然。俺寝技で素人のふりしてて、うん、そしたらなんか一本スパーリングやってみたいですとか言って言うん で僕が相手したらすんごい本気で来て、うん、いきなりいい動きして、何だかな思ってたら、まあ一本取りましたよ、一本取ったんだけど、そいつはでも暴走で一本、まあ最初びっくりするんでちょっと後手に回るじゃないですか、まあ2、3分やって最後1本取って、僕はもちろん取られてないんだけど、それで大学生だったんですけどね、でのこうやってなんだかな、そう、うちので、それから1年か2年経ってうちの弟子たちがそれと知り合いになって、なんか秋山さんから1本取ったみたいな嘘を言ってるわけですよ、うん、あれは立ち悪いなと思って、うん、別にみんなそういう人ってわけじゃないし、もちろんすごいあれな人もいたんですけど、そういう変わったのもいましたね。それでうちのプロの大会出てきたんですよ、うち僕がやったプロの大会がセミプロぐらいの大会があって、それ出てきた時にもそいつはもう10キロぐらいなんか体重ごまかして出てきて、うん、でも結局やっぱうちの黒帯のやつに1本取られて負けて、うん、でもだから周りの人が見てたやつも、あ、やっぱりあいつ言ってること嘘だったんだなみたいなね、うん、なりましたけどね。まあだから あいつが一番立ち悪かったかな、今まで、うん、20年ぐらい教えてますけど、あいつが一番立ち悪かった。大学生うん、なんかな、たまにいますね、僕もあれだけど、
やっぱね、思うんだけど、しっかりその指導の方側としては、こうね、殴ったり蹴ったり締めたりするわけだから、礼儀だとか、人情を教えていかないとね、優しさだとか、うん、ダメですね。うん、僕も奈良に行きます。はい。年明け、奈良に行くんでお願いします。あ、本当ですか。ぜひ。料金体系は料金体系は、ね、